はい、今回の動画はインデントマーカーを使わずに地下げする方法をご紹介します。 でまあ、前回の動画では、ですねこの地下げの方法の一つとして、ですねこの上のところにあるこのインデントマーカーですね、こちらを使って、こうね、まあ、左インデントとか、こうげインデントとかのねやり方を解説をしましたけれども、まあ、この地下げをしたいとき、ね、まあ、もちろんこのインデントマーカーを使ってやってもいいんですけどもね、えー、ただね、まあ、これ実際にやってみた方は分かると思うんですけど、若干、ね、こう微妙なマウスの操作が必要になりますんで、まあ、ちょっとねこの辺がですねなかなかですねうまくいかなくてイライラするといったケースの場合ですね、このインデントマーカーを使わなくても地下げをするやり方もありますんでね、まあ今回 今回の動画ではそのやり方をご紹介しますはいそれではね早速そのやり方なんですけどもじゃあ前回の動画と一緒でこの「つきましては」っていう段落のところにね、まあ、時下げの設定をしていきたいと思いますんで、まあ、こちらの段落の中にカンソルを、ね、入れてる状態でこのホームタブの段落グループのこの右下のマークのところですねこちらにねポインターを持っていくとこの段落の設定というのが出ますんでこちらをクリックしてください。 はいえそうすると、この段落のウィンドウが開きますんで、このインデントと行間隔っていうのタブがね、選ばれている状態で、この中にこのインデントっていう項目がありますんで、えまずはこの左、右っていうところですね。まあ、これはそれぞれ左インデント、右インデントになります。まあ、前回の動画でもね、これは解説をしてますけども、例えばじゃあこの左っていう方をね、この1時に設定してあげると、まあ、この画面の下のプレビューのところでね、まあ、ちょっと今ね、動画だと小さくて見づらいかもしれないですけど、どんな感じになるのか確認が取れます。まあ、左インデントなんで、この段落ごとね、1文字の字下げが でできたとというこすね次に、ですね,で次にですねこの右側の最初の行というところ、これがね標準だとなしになってますけれども、この矢印のところをクリックすると、まあ、下げぶら下げっていうのがありますんで、まず時下げの方ですね、これはですね段落のですね1行目の時下げをする設定になりますんで、こちらをクリックして、でこのね右側の幅というところで何文字時下げするのか設定できます。まあ、このままね1字で言うと、この下で、ね、見てもらうと分かるんですけども、まあ、段落の1行目が1文字時下げされると。 で、続けてこのぶら下げっていうのはですねこの2行目以降のですね、えー、時下げをすることができますんでじゃあ例えばぶら下げを選んで幅を、えー、じゃあ7時とかにしてみましょうかねじゃこれでちょっとね今回 OK を押してみます。 はい、そうするとこういった形でですね、2行目以降の地下げができるということで、まあ、前回の動画ではですね、このインデントマーカーを、ね、使ってね、この地下げのやり方を解説をしましたけども、まあね、非常に微妙なね、ちょっとマウスの操作が必要になりますんで、まあ、これがどうもうまくいかないなっていう方はですね、こちらのやり方をね、使ってもらえるといいかなと思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。